アルミでザクさん負けて拍手したり、拍手したり。選手、相手選手を叩いてみましたね。感動しました。またちゃんと上のレベルに行けると感じました。2歳のおっさんですが、息子と応援します。ありがとうございます。負けても握手したり、拍手したり。まあそうだね。俺さ、やっぱさ、その負けた後にさ、例えばその握手拒否とかさ、一般的にスポーツマンシップがないとされる行動、あるじゃないですか。まあ大パンもそうだしさ、コントローラー投げるとかさ、握手拒否とかさ、まあいろいろあるじゃん。まあやっぱさ、そのモラル的には、その、モラル的には、いいか悪いかで言ったら、もう0100で悪いんですけど、でもやっぱ、俺結構嫌いになれねえんだよな、そういうやつのこと。なんか本気で取り組んで、みたいなのを、ちょっと、想像できちゃうし、気持ちもわかるから、まあその、それを見てね、その、動画というかその、視聴者たちが、まあ、スポーツマンシップがどうだの、まあ、いろいろ言うのは、間違ったことではないし、事実だけど、まあちょっとやっぱ頭こなしに攻めれないなーって思うけどね、俺は。コントローラー投げるのとかもさ、もう絶対ダメなのはそうだけど、まあでも、まあまあまあ、そんなには言わなくていいんじゃないのって思うけどね。握手拒否とかも、なんか別に、まあ、最近はさ、まあ、見てる人も多くなって、まあ、そういうの大事になってきたんだけど、別にもともと大会って見せ物じゃないから。まあ、最近はちょっと見てる人も増えてきたしね、まあ、プロとかも増えて、見せ物みたいになってきたけど、もともと別にそういう感じでやってきたわけではないから、我々はね。最近はそういうのもね、もちろん意識しますけど。握手拒否とかもね、まあ、わかるよ。だから、そういうコントローラー投げてる人とかを、に対して、いろいろ言うのは、もちろん勝手だけど、勝手やし、いいと思うけど、悪いことしてるわけだから。なんかコントローラー投げてて草とか、わらわらみたいに言ってるやつ見ると、あ、こいつはなんかそういう本気で、なんか取り組んできたこととか、まあ多分ないんだろうなって、ちょっと思っちゃうわ、正直。ぶっちゃけ。わかるからさ、コントローラー投げるやつの気持ちが。悪いことなのは間違いないですよ。悪いことなのは間違いないけどね。1億パーセント悪いっす、投げたやつが。テニス選手も投げる。テニス選手よくやるイメージあるな。ねえ、あと思うのは、なんか結局、大衆に見えるかどうかだと思うんだよね。スポーツマンシップって一体何なのかっていう話をすると、まあそれこそ多分、そのみんなが見える前で握手拒否とかしたらダメだと思うし、みたいな。そのスポーツマンシップの心を持ってみたいな、イメージだと思うんだけど、心では多分みんなね、大パンしたいし、みんなコントロール投げたいし、負けた時はバット投げたいより、テニスラケット投げたいだと思うんだけど、やっぱみんなが見てる前ではそれをしないっていうのが、多分みんなのっていうかその心の内なんだよ。だから、なんか俺、スポーツマンシップっていう言葉にが、もう結構そもそもね、俺は結構違和感を感じるね。負けても、ナイスゲームで終われるやつは、
笑顔で終われるやつはまあいない正直そんなに。それはでも結局建前でしかない、もう分かりきってんのよ。別に建前でしかないの分かりきってるからね、別にいいやっていうのもある。みんなはさ、負けた選手がどういう思いで握手をしてる、勝ってる選手がどういう思いで握手をしてる分かんないと思うけど、ほら分かるから。握手とかってさ、別にあんな形式上のものでさ、その意味はやっぱナイスゲームで握手をするわけじゃん結局。けど心の内ではグギギグギギこいつグギギってなってんのさ、もう分かりきってるわけじゃん。でさ、もう心の中ではさ、そう思ってるに決まってるのにさ、正直ほぼそんなに形式上の握手にさこだわる必要ないじゃんってやってる側は思っちゃうんだよ結構。やってる側はね、悔しがるのはいいけど、オフ大会で勝った瞬間に相手にこの相性終わってるわって叫ばれた時はうざかった。まあ、それもそいつが悪いよ。それはもうノーマナーだから。もうさ、あのスポーツマンシップとかじゃないから。もう先生、もうあの逆スポーツマンシップだからそれ。それは怒っていいよ。怒っていい。あなたは悪くないよ。あとコントローラー投げるとかもさ、あれだからね。あの例えば自分のバックに投げるとかだったらまだ、まあアウトやけど、まあ、ギリギリわかるけど、その床に放り投げて誰かに当たっちゃったとか結構問題になるから、ね。まあ、今回の代わり日でもね、俺の知り合いが勝った時にコントローラー投げられたっていうか、負けた人が投げて、それが対面台の方まで行ったみたいな話をね聞いたんですけど、そういうのはマジで最悪なんで、二度と来ないでって感じなんで、それはね良くないっす。カニを投げるあったな。カニを投げるあったな。ハングリーボックスカニ投げられ事件。いや、それ笑い事じゃないの。まあ、別になんか、だけどね、会った後にさ、ワッツ消えたけど、勝った後にさ、別に何言われようが、もう勝った気持ちよさがどんでも良くなるくね、でも。結構。勝った側はね、なんかその、よく言われるじゃん、なんか勝った後にさ、よく言われる、握手拒否とかした時にさ、した時にっていうかさ、起きた時によく言われるコメントとして、なんか勝った側が、に失礼とか、勝った側の人に失礼とか、その、いろいろ言ってることあるけど、あの、勝った側はね、その勝った喜びに満ち溢れてるから、結構勝った側が何をされようが、マジで結構どうでもいいことの方が多いっす。ぶっちゃけ。あの、勝って、握手拒否とか、コントローラー横で投げてる人がいるとかで、なんか、めちゃくちゃ気分悪くなることは、もう、あの、断言するけどない。なぜなら、勝ったことの喜びに満ち溢れてるから。もう、どうでもいいんだよね。もう、勝ったら、もう、どうでもいいんだよね。ぶっちゃけ。もう、そんなことどうでもいい。正直。相手が怒ってようが、相手がコントローラー投げてようが、そんなことどうでもいいぐらい、自分は喜びに打ち溢れてるんで、問題ないです。正直。ぶっちゃけ、握手拒否とか。自分勝って、握手拒否されて、何を思うこともないっす。本当に。ぶっちゃけ。で見てる側は、なんか、うわ、失礼だなって思うかもしれないけど、勝手側で、ガチで余裕あるから、だってさ、宝くじ当たったやつに、宝くじ1億円当たったやつがさ、
あの自転車盗まれてさ、どうでもよくない？だって宝くじ一億円当たったーってやつがさ、自転車盗まれてもさ、じゃ怒んないでしょ、多分。それみたいな感じなんだよね。また買えばいいじゃん。いや、買えばいいやってなるでしょ。そんな感じ。正直、そんぐらいの余裕はある。買った側。宝くじ当たってないのに自転車盗まれた。なるほど、お前。鍵はちゃんとかけよう。あ、ないやんけ。もう当たったし買えばいいか。いや、そう、そんなんだよ。結局、握手拒否なんかされたところで。お、握手拒否すると。もう買ったからええわ。でも、オッケーオッケー。なる。マジで。どうでもいい。あった後相手が何しよう、まあでも握手した方がいいっす。くっせわお、すごい。レッツゴー！オーマイガー！ときゃ、でっか。